皆さん、こんにちは。Здравствуйте! ロシア語の教師のジェーニャです。今日は私の書いた本の Amazon で出版するのでお知らせいたします。5月9日に Amazon で売り出す予定です。電子出版になりますので、Kindle から見てくださいね。本のタイトルは、マテウシカ式ロシア語です。私の開発したマテウシカ式ロシア語会話のオーディオ教材をベースに本を書きました。全部で140ページぐらいですごく大変でしたが、なんとか書き上げました。本の内容は全部で5章で、まず第1章はロシア語のアルファベットキリル文字をマスターしよう。この章ではアルファベットだけではなくキリル文字の歴史や成り立ちも教えています。次、第2章はロシア語の発音の基本の学ぼう。この章ではロシア語の発音のルールや読み方などを詳しく教えています。3章目はロシア語文法の概要を学ぼう。すべてではありませんが、ロシア語の文法について分かりやすく解説してますよ。次の第4章はすぐに役立つロシア語会話。この章が私の本のメインになります。マテウシカ式ロシア語会話を元にした100パターンの例文が載せてあります。ここ一番大変で最も時間がかかったところでした。最後の5章はロシアの昔話を読んでみよう。この章では簡単なロシアの昔話が読めるようになります。4章をマスターにしたあなたなら簡単に感じるはずですよ。以上が本の主な内容になります。この本だけでもロシア語の学習には十分に役立つと思いますが、オーディオ教材のマテウシカ式ロシア語会話を合わせて使うと相乗効果が高いと思いますよ。ページの最後には本を買ってくれた人だけの秘密の特典がありますので、ぜひ最後まで読んでくださいね。パカー、ラストイチ。